パンドラは、パンドラのブランド名で知られる、ジュエリーアクセサリーの製造、販売企業。デンマークコペンハーゲンに本拠を置き、世界100カ国以上で商品を販売している。ナスダックコペンハーゲン上場企業。パンドラは1982年、金細工職人のパーエニボールドソンと、妻のウィニーエニボールドソンがコペンハーゲンに開業した、家族経営のジュエリーショップとして始まった。 タイからの輸入品を取り扱い成功、専門のデザイナーを雇用した後、1989年にタイに工場を設立、ブレスレット、指輪やネックレスなどのハンドメイドジュエリーを手頃な価格でマーケットに提供する企業へと成長した。2008年にデンマークの投資会社のアクスルがバンドラに大規模な投資を行った後、2010年10月に株式公開し、 コッペンハーゲン証券取引所上場企業となった。欧州での販売に加えて、2003年にアメリカ合衆国で販売を開始し最大の市場に成長、ジュエリーの販売ではカルティエやティファニーに次ぐ規模を持つに至っている。2011年にオンライン販売を開始、アジアでは2012年2月、台北に機関店1号店をオープンした。近年は、 業績が低迷しており、2018年12月期決算は、売上高が、前期比0.1%増の228億600万デンマーククローネ、純利益が同、同12.5%減の50億4500万デンマーククローネだった。この発表に先駆け、18年11月に、販路拡大の見直しや製品ラインの縮小、店舗在庫の段階的な削減、 セール期間を限定化を含めたブランド再構築の2カ年計画を策定、公表している。日本では2013年3月からブルーベルジャパンがパンドラ商品の輸入販売を行っていたが、2015年1月、パンドラとブルーベルの合弁企業としてパンドラジュエリージャパン株式会社が東京に設立されている。ありがとうございます。